ジョールイスこと、ジョセフルイス・バローは、アメリカ合衆国のプロボクサー。アラバマ州、ラファイエット出身。身長187センチメートル、体重89キログラム。元 WBA ボクシング世界ヘビー級王者。ニックネームは、褐色の爆撃機。11年間の王者在位中に、プロボクシングの全階級を通じて、最多防衛記録である。 世界王座25回連続防衛の記録保持者であり、この記録は現在も破られていない。ジャック・ジョンソン以来、史上二人目のアフリカ系アメリカ人、世界ヘビー級王者である。アメリカ合衆国ミシガン州デトロイトには、彼の功績を称え、彼の名を冠するジョー・ルイス・アリーナという競技場が建てられた。百四十五年、ジョー・ルイスはアラバマ州ラファイエットで、 モンドーバローの息子として生まれた。父親が病院に送られ、デトロイトに引っ越した後、ボクシングに興味を持つ。1934年7月4日にプロデビューする。白人の神経を逆でし続けた黒人初のヘビー級王者ジャック・ジョンソンの経験から、黒人は王座に挑戦する機会を永遠に剥奪されたはずだった。ジョー・ルイスが 世界ヘビー級王座に挑戦できたのは、その人柄によるものだった。そして第二次世界大戦間近の1938年、ドイツのアドルフ・ヒトラーから、アメリカのボクサーを叩きのめせという命令を受けた、ボクサーがアメリカに送り込まれてきた。その男の名は、マックス・シュメリング。元世界ヘビー級王者で、かつて、ジョー・ルイスと対戦し12回こがちしたことのある男で、ある。 第二次世界大戦前哨戦と銘打たれた決戦の前に、時のアメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトは、ホワイトハウスに、ジョー・ルイスを招待し激励している。いつの間にか、それはボクシングではなくアメリカ代表のルイスとドイツの、四角、シュメリングの国家間の戦いへとすり替わっていた。国家の威信同士をかけた戦いだけに、ルイスのプレッシャーは想像だにできないものだったであろう。 しかし、敵国に乗り込んできたシュメリングにはさらに大きなプレッシャーがかかっていた。2年前には熱狂的に歓迎してくれたニューヨークの同じ街なのに、今度はハンナチスのデモ隊が枯れ目がけて押し寄せてくるのだ。シュメリングがホテルに泊まっている間にもデモ隊は、ホテル前に詰めかけ脅迫とも言える暴言を投げかけていた。試合当日の控え室、シュメリングは孤独だった。 一緒にアメリカに来た仲間たちはアメリカ人からの数えきれない脅迫状に怯えてしまい会場に姿を現さなかった。試合は124秒の間に3度のダウンを奪ったジョー・ルイスの勝利に終わった。ジョー・ルイスが人種の壁を越えて米国の国民的英雄となった瞬間だった。1948年6月25日にジャーシー・ジョー・オルコットを相手に 最後の防衛戦を果たすと、1949年3月1日に引退を表明。しかし1950年にカムバックを宣言し、空位の王座を獲得したイザード・チャールズに挑戦するも15、R 判定負けを喫する。その後は8連勝を記録して、後にヘビー級王者となるロッキー・マルシアの戦に挑んだが、8R で小負けし完全に引退した。 引退後の1951年に、米軍の慰問施設団の一員として、日本を訪問している。ルイスは引退するまでの間に460万ドル以上を、火星だとされているが、そのほとんどが搾取され、ルイスが受け取ったのはわずか80万ドルだけであった。それにもかかわらず、ルイスは、寄付行為や、親兄弟に、家や車を買い与え浪費。さらに、レストラン、保険業、 ソフトボールチームの運営、牛乳や広告代理店、カフェ、馬の牧場など様々な事業に手を出すがすべて失敗し無一文になる。税金の支払いを100万ドル以上滞納し、母親の遺産も国税局に差し押さえられるほど経済的に困窮したルイスはプロレスラーに転向する数試合で心臓を悪くして続けられなくなると今度は プロレスのレフェリーとして活動した。晩年はラスベガスのホテルで家事の客相手の接客業を長く続けていたが、その中で一番多く質問されたのは、ありとやって勝つ自信はあるかだったという。1981年4月12日、心筋梗塞のために去。六66歳ボーツボクサー時代の偉大な功績を称えられ、その死後、 ワシントン DC にあるアーリントン国立墓地に埋蔵される栄誉を得た。ルイスの情熱はゴルフにも注がれ、これがゴルフ史に重要な役割を果たした。長年にわたり熱狂的なスポーツファンであり、1936年のシュメリングと最初の対戦をする以前よりゴルフをたしなんでいた。1952年サンディエゴオープンにアマチュアとして スポンサー枠で招待され、PGA ツアーでプレーした最初のアフリカ系アメリカ人となった。当時の規約ではメンバーは白人に限るとされており、PGA は当初ルイスの出場に難色を示した。だが、ルイスの名声は素晴らしく、ついには普段の内気削除の検討が始められることになった。実際に PGA 検証から白人のみ、 の条項が削除されるのには1961年11月まで待たなければならなかったが、これにより、第一世代の黒人プロゴルファーに道筋をつけた。ルイスは、ビル・スピラー、テッドローズ、ハワード・ウィーラー、ジェームズ・ブラック、クライド・マーチン、チャーリー・シフォードといった初期の黒人プロゴルファーに対して、資金援助も行った。また、恵まれない子供たちにゴルフを知る機会を与える。 事前活動を行う、ファーストティー設立にも尽力し、ルイスの息子であるジョー・ルイス・バロー・ジュニアが、現在もこの団体の統括を行っている。2009年、米国 PGA は、現役当時にメンバーとなれなかった、プロゴルファーであるテッド・ローズ、ジョン・シッペン、ビル・スピラーの3人に対して、メンバー資格を当時に遡って与えた。また、ルイスに対しても名誉メンバー資格を与えた。 ありがとうございます。